たちの作品クリエーションにはすごくいろんな、まあ、背景のある方たちが参加していて、まあ、中には難病を抱えている方とか重度の障害の方とかいろいろいるんですけど、今回あの旅芸人が一人が香里ちゃんというダウン症の女性なんですけれども、割と高いところとかが怖いんですよね、まあ、今回作品の中では人の肩の上に登るっていうぐらいのところまで挑戦して、そこから落ちるっていうことをするんです。例えば普通に皆さんが見慣れてるシルクドソレイユとかだったら、もっともっと高いところから簡単に人が飛び降りてしまうと思うんですけど、シルクドソレイユの人の飛び降りる勇気と香里ちゃんのその人の高さのこれぐらいから飛び降りる勇気って多分同じぐらいの勇気だし、そういうリスクのあることに挑戦することによって、なんか絶対失敗しないようにしっかりみんなコミュニケーションを取り合うし、ちゃんとアイコンタクトするし、ちゃんと声出し合うしとかっていう、そういうきちんとしたみんなの絆というか信頼関係がなきゃ絶対乗り越えていけない。なのであえて危険なことに挑戦するようにしています。